皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。本日はこちらのブランド、ユリスナル団のご紹介です。1846年に創業されたスイスの時計ブランド、船舶用の高精度時計マリンクロノメーターで一時代を築いた名門。腕時計時代になってからは天文時計の名手として活躍。1985年から1992年までに発表された天文三部作は時計史に残る偉大な功績です。かつて戦艦や商船に搭載されたマリンクロノメーター、その歴史を腕元で感じたい。上質で品のあるかつ現代的なデザインの時計を楽しみたい。10万年単位で天体の動きをプログラムさせた時計って何と好奇心が騒ぐ、そんな方におすすめのブランドです。ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンを押していってください。やる気が出ます。はい、ではまずはブランドの創業データについて見ていきたいと思います。ユリスナル団の創業は1846年、場所はスイスのルロックルという場所になります。その時代背景、前の時代と後の時代に分けてお伝えしていきます。まずはユリスナル団創業の前の時代、19世紀前半から中盤という括りでお伝えしていきます。その時代は産業革命後、工業的にものづくりが行われるようになっていった時代です。時計業界でも組み立てによって時計の製造が可能になりました。この時代、時計の量産に特に強かったのはアメリカのブランド、タイメックス、ウォルサムなどが躍進しました。そしてユリスナル団創業の後の時代、19世紀後半という括りでお伝えしていきます。その時代は機械式時計の発展期、懐中時計の全盛期です。世界各地で多くの時計ブランドが誕生し、量産体制が整えられていきました。日本でも1881年にセイコーが誕生しています。そしてアメリカ、日本と躍進する中、スイスの時計メーカーも負けてはいませんでした。もともと分業での時計作りが主流だったスイスの時計産業、効率を求めて一つ屋根の下、みんな集まって作ろうじゃないかというやり方に変化していきました。いわゆるマニファクチュール、自社一貫生産ですね。その基盤ができたのが19世紀後半という時代です。まとめますと、ユリスナル団が創業されたのは腕時計以前の懐中時計の時代、組み立てによる時計作りが可能になった時代でもあります。同じ時代に創業されたスイスブランドには組み立て工を起源とするオメガがあります。そしてブランドの創業者なんですけれども、ブランド名の通りユリスナル団という方になります。フランスにルーツを持つ手工芸の一家に生まれまして、祖父はオーブンや給水装置の職人、父は時計職人でした。父やその友人のクロノメーター、高精度時計の職人さん、それから天文時計の作り手たちから学びまして、23歳で独立します。1846年、ルロックルに自身の工房を構えたことがブランドの起源となります。そして創業時の理念なんですが、ブランドの公式サイトには特別そのようなことは記されておりません。ただですね、創業以降活躍したフィールド、高精度の懐中時計やマリンクロノメーターという船舶用の時計製造であったことから、正確に時間を刻む時計を世に広めたいという思いはあったことと思います。公式サイトの歴史ページ、1846年の創業時のところにはこのように記されております。当時の最も名高いスイスの時計製造業で修行を積んだユリスナル団は、自らのビジョナリーとしての才を投じ、高精度のマリンクロノメーターを手掛けることになります。こうしてイノベーションをめぐる果てなき旅が幕を開け、今日に至るまでたゆまず引き継がれています。こうしてスタートしたユリスナル団というブランド、1862年のロンドン万博で見事グランプリを獲得し、最初の名声を手にしました。さて、ここからはイノベーションをめぐる果てなき旅、ユリスナル団というブランドが現在までどのように引き継がれてきたのか、時代ごとの取り組みと関わった人物たちのストーリー見ていきましょう。まずは創業者ユリスナル団の亡き後、1876年にブランドを引き継いだのは息子のポール・デビッド・ナル団でした。ポールは父ユリス譲りの高い技術と志を持つ時計職人、ブランドとしてさらなる高みを目指し取り組んだのはマリンクロノメーターの開発・製造でした。先ほどからたびたび登場するマリンクロノメーターというものですが、長距離を航海する船に積むための高精度時計のことを指す言葉です。古くは大航海時代、イギリスやフランスの学者たちによって発明された時計、荒波の航海においても正確な時を刻み、時線の位置を確認するために必要不可欠なもの、今でいうところの GPS の役割を果たしたのがマリンクロノメーターです。2代目当主ポール・デビッド・ナル団は1878年のパリ万博に自身のマリンクロノメーターを出展、金賞を獲得。これをきっかけに世界中の海軍や海運業者から依頼が殺到、50を超える国や地域においてユリスナル団製のマリンクロノメーターが採用されるに至りました。
以降1970年頃まで長きにわたりマリンクロノメーターの覇者として君臨。スイスヌーシャテル天文台の制度コンクールでは創業から1975年までの間に実に747もの一等を受賞しています。日本においても横須賀市の記念館三笠にて1918年に作られたユリスナル男性のマリンクロノメーターを見ることができます。がしかし1970年代のクォーツショックでは他のスイスブランド以上に苦戦。ユリスナルダンが他のブランドと大きく異なっていたのは1970年代の時点ではまだ腕時計作りに本格参入していなかったというのがあります。1916年2代目ポールの時代にはすでに腕時計用の小型ムーブメントを制作していましたが、クォーツショックを迎えるまで目立った作品はありません。ロレックスのデートジャストやオメガのシーマスター、パテクフィリップのカラトラバのような分かりやすい作品は存在せず、現在ヴィンテージ市場を探してみてもモデル名のないドレスウォッチが並ぶにとどまります。長らくマリンクロノメーターに注力していたため他のブランド以上の苦戦を強いられることに。とブランドのピンチを救ったのはスイスチューリッヒ生まれの実業家ロルフ・ W ・シュナイダー。1970年代当時はアジアにパーツ工場を持ち、スイスなどの時計メーカーに販売するビジネスを行っていた人物です。1983年、ロルフはユリスナルダンが売りに出されているという報道を目にするとすぐさま買収。物理学者ルートビヒ・エクスリン博士とともに名門ユリスナルダンの復活のための改革に着手します。すごかったのは普通に復活するだけにとどめなかったということ。2人はマリンクロノメーターのルーツ、もっと言うと時計、そして時刻のルーツである天文学の領域にまで踏み込み、全く新しいブランドの顔を作ろうとしました。こうして生み出されたのが現在ユリスナルダンがテーマとして掲げているバーティカルオデッセイ、その出発点とも呼べる傑作、天文腕時計アストロラビウムガリレオガリレイでした。バーティカルオデッセイというのはそのまま直訳すると垂直の長旅なんですが、地球と宇宙と垂直方向につないだ壮大な旅路を表現しているのだそう。1985年に発表されたアストロラビウムガリレオガリレイはホームタイム、ローカルタイム、行動12級、日食、不定時法の時間計測などの複雑機構を搭載。これは壮大な旅路、その出発点である地球から見た太陽、月、星を表示するというものでした。さらに1988年には惑星から月、地球、太陽に焦点を当てた天文腕時計プラネタリウムコペルニクソ。1992年には北極上空から見た地球の回転を表示する天文腕時計テリリウムヨハネスケプラをそれぞれ発表。これらは天文三部作と呼ばれ、新生ユリスナルダンの新しい顔となり、同時に天文時計の伝説的な作品として語り継がれることとなります。3つの天文時計によって再び業界に存在を示したユリスナルダン。次に模索したのは全く新しい機構の開発でした。ブランドとしてのコレクションの拡充を図っていたタイミングでもあったため、特に欲しかったのは三大複雑機構、もしくはそれに次ぐレベルのものだったことでしょう。といろいろ模索する中、 CEO ロルフ・ W ・シュナイダーが目をつけたのはセンターカルーセルという技術でした。カルーセルというのは時計内部の機構、一部のパーツ群を回転させることで重力の偏りによる精度ロスを防ぐというもの。三大複雑機構であるトゥールビオンに近い技術です。それを時計の真ん中に配したものがセンターカルーセルというものなんですが、ロルフが目をつけたのはその回転方法が異質なものだったから。トゥールビオンにしてもカルーセルにしても通常はキャリッジと呼ばれるパーツ群のみが回転する仕組みです。しかしロルフが目にしたのはなんとムーブメントごと回転しているというものでした。開発者はキャロル・フォレスティエ・カザピ。後にカルティエ、パネライ、ピアジェなどでトゥールビオンの設計を手掛けることになる天才設計者、トゥールビオンの女王と呼ばれる人物です。彼女が考えたセンターカルセルはムーブメント外周にゼンマイを置き、そこからセンターに向かってエネルギーを伝えるというもの。センターには脱振機と呼ばれるブレーキシステムがあり、ゼンマイの動力を時刻へと変換します。その一連のやり取りをしながらムーブメントごと60分で360度回転するという仕組み。これを気に入った CEO ロルフはすぐさまアイデアを買い取り、天文三部作の生みの親、天才物理学者エクスリン博士のもとへ。エクスリン博士はセンターカルーセルの機能により重力をリセットしつつ、回転するムーブメントの輪列を縦長に配置し直すことでムーブメントそのものが分身となる構造へと改良。さらにパワーリザーブの延長、地震の追加などを行いました。こうして2001年に完成、発表されたのが現在も続くコレクション、フリークです。パッと見では意味不明、なんか無駄なことしてないかなこれと思ってしまいそうなこの作品、実はトゥールビオンの類だったんですね。理解するのに時間がかかりました。ちなみにこのフリークのぶっ飛んだ機構を実現させた技術にはシリシウム素材の採用もありました。
シリシウムというのは軽量で丈夫、摩耗にも強く、複雑な成形も可能な素材です。今では当たり前に多くの時計に使われる素材ですが、フリーク登場時はまだコンピューターなどのマイクロエンジニアリングの世界でのみ使われており、時計への採用は真新しいものでした。そのためフリークはシリシウム時計の先駆者的存在として語られることも多い作品です。そして現在、ユリスナルダンはさらなる高みへ。バーティカルオデッサイミッション2と題し、天文時計とフリークシリーズの最新作を発表。ブランド公式サイトには特設ページが用意され、地球と宇宙とをつなぐ遥かなる旅の第2章を迎えています。では様々な歴史をたどってきたユリスナルダンの原稿コレクション見ていきましょう。現行モデルは大きく5つのラインで構成されています。まずはこちら、1986年に登場したフラッグシップコレクションマリーン。かつて世界中の海を席巻した同ブランドのマリンクロノメーターに敬意を表し、腕時計として蘇らせた作品。そして航海で得た知見をもとに生み出された潜水時計のコレクション、ダイバー。ハイスペックであることはもちろん、デザイン面でも独創性を追求した上質でモダンなスポーツウォッチ。そしてセンターカルセルを搭載した革命的作品フリーク。シリシウム素材の利点を最大限利用した超ド級の複雑機構。歴史上どのジャンルにも当てはまらない完全なるオリジン。そしてその名の通りクラシカルなデザイン、上質な佇まいを特徴とするコレクション、クラシコ。天文三部作の復刻トリロジーはここにカテゴライズされます。そして最先端の技術と衣装を用いたシリーズ、ブラスト。シリコン脱身機の使用や神秘的なスケルトン加工、宝飾までもが楽しめるラグジュアリーなコレクション。どれもデザイン、設計ともに個性的、全てに強いコンセプトがあり、それをしっかりと体現できる技術力がとにかくすごい。2022年の最新作ブラストムーンストラックは天文三部作からの続編。地球を中心に月と太陽がダンスするという詩的表現が面白い。この作品についてのインタビューで開発者エクスニー博士は、天文時計は一般の人には理解が難しい、もっと直感的に理解できる時計を作ろうと思ったと話しています。時計の起源である宇宙、太陽や月の動き、光と影の動きで知ることができるという時という概念、それを詰め込んだのがこの作品ということなんですね。ちなみにこの構想、20年以上前からあったものなんだとか。それが2022年、ようやく形になった背景にはユリスナルダンブランドの資本変更があったことと思います。新形態になったブランドを束ねるのは、2017年よりユリスナルダンの CEO を務めるパトリック・プルニエ。友人2人とともにユリスナルダン、チダールペルゴの2社をケリンググループから買い取り、ソーインドグループとして独立させたんです。ブラスト・ムーンストラックは新しいユリスナルダンからの私たちへのメッセージ。これからブランドのビジョンやモデル単位のコンセプトをよりはっきり示していくという力強いコミットメントなのかもしれませんね。はい、といったところで本日はユリスナルダンというブランドについてお伝えしてきました。時間という概念、時計というものの意味など、なんだかすごく深いところまで考えさせられるブランドですよね。高精度の懐中時計から始まり、マリンクロノメーターを経て天文時計、そしてセンターカルーセルという衝撃。原稿を書いていて頭から煙が出そうでした。以上、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。